私の ID は、カンナム美人は、2018年に、大韓民国で放送された、テレビドラマである。2016年に LINEWEBTUNE で公開された、同名の WebTUNE を原作としている。2018年7月27日に、JTBC で、初放送され、毎週金、土曜日23時に放送された。カンミレは、自分の容姿のせいでいじめられていた長年の経験から、 整形手術を受けることを決意する。彼女の生まれ変わりは成功したかに見えたが、大学での生活を送るにつれ、彼女の計画は裏目に出てしまう。美人であることのプレッシャーが彼女を襲い始め、整形を見透かした人たちからは、高難の整形モンスターと揶揄されるようになる。同級生で、中学時代の同級生、と強速と知り合い、自尊心を取り戻していくミレの姿を描く。 本作はケーブルチャンネル並びに有料放送で放送されており、無料放送並びに公共放送に比べて視聴者数が少ないのが現状である。フィリピンではピノイビッグブラザー、アゾに代わり、2019年8月5日から10月4日まで ABS-CBN で放送され、2019年12月16日にアジアノバレチャンネルで再放送された。 モンゴルでは2019年3月よりエルテインメント TV で、シンガポールでは2020年1月4日から3月14日までスリアで、中東では2020年6月より MBC4 で放送された。また本作は主人公の幼少期の様子をわかりやすく描いたことで高い評価を得ている。視聴者は監督が登場人物を丁寧に表現したことを称賛した。また、 社会が人間の外見に重きを置くことや幸福と美の真の意味について問いかけたことで批評家による賞賛を集めた。私の ID はカンナム美人オリジナルサウンドトラック2019年4月13日に e-motion ワーナーミュージックグループビズハックよりリリースされた。ありがとうございます。